再開いたします。次に成田芳生議員に質問を許します。成田芳生議員。私は2件通告しておきました。まず補助金等の交付等に関する知則についてであります。この知則は補助金等に関わる予算の執行の適正化に関する法律に基づき、補助金の交付の申請決定などに関する事項、その他補助金等に関わる予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等の交付の不正な申請および補助金等の不正な使用の防止、そのほか補助金等に関わる予算の執行並びに補助金の交付の決定の適正化を図ることを目的としています。そのため第3条では、補助事業者等は補助金等が市民から徴収された税金、その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令の定め、および補助金等の交付の目的に従って、誠実に補助事業を行わなければならず、また補助金等に関わる予算の執行にあたる関係職員は、補助金等が市民から徴収された税金、その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等が法令および予算の定めるところに従って、公平かつ効率的に使用するよう規定しています。そして第10条では、補助事業者等は法令の定め、並びに補助金等の決定の内容、およびこれに付した条件が、その他市長の指示及び命令に従い、善良なる管理者の注意をもって、補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等を他の用途に使用することを禁止、さらに第11条では、市長は必要に応じて、補助事業者から補助事業等の遂行の状況について、報告を求め、または調査できます。また、13条では、補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、速やかに補助事業の成果を記載した実績報告書に別に定める書類を添えて、市長に報告しなければならず、補助金の交付の決定に関わる市の会計年度が終了した場合も同様です。補助金等に関わる予算の執行の適正化に関する法律では、補助金とは、補助金、負担金、利子補充金、その他相当の反対給付を受けない給付金であって、政令で定めるものとなっていますが、負担金は本市の補助金等の交付等に関する知則に明記されておらず、該当しません。すなわち、本市での負担金という項目の補助金は、本市のどんな知則等にも縛られておらず、当局や事業者、補助事業者等にとっては使い勝手の良い補助金で、そのため、先の9月定例会で質疑した経緯があります。そこで質問ですが、平成30年度当初予算において、負担金を交付している事業数と予算額を示してください。次に、先の9月定例会での答弁では、負担金の補助金等に関する知則への規定は、他の自治体の状況を含め、調査・研究するとのことでしたが、その後の対応、そして補助金等の交付等に関する知則には、なぜ罰則規定がないのか、理由をお尋ねいたします。次に、
地域内分権制度についてであります。私は平成21年6月定例、6月および同年9月定例会において市民の底力を掘り起こし、活気ある市民との共同によるまちづくりについて質問提案した経緯があります。その理由の一つは、現在地方分権が進展する中、地域社会の課題や市民ニーズは多様化複雑化し、地方自治体では自らの決定と責任でまちづくりが求められ、そのため市民が自発的主体的にまちづくりに参画するという住民自治の原点に立ち返り、市民と行政が互いに協力して自治を担っていく必要があります。二つ目として、負担金や補助金等を交付する仕組みを公平公正公開制にすべきだからです。すなわち、人や物、資源、自然などの会津ブランドの底力を活用するには、市民の底力を掘り起こし活用する仕組みや制度を設計する必要があるため、まちづくり推進条例の策定を提案しました。また平成25年9月定例会では、各行政区では市長との懇談会が年1回くらい開催されていますが、いずれも当局へ要望するという関係であり、行政と市民との関係は対等平等ではありません。それは事業をするための財源を市長が握っているからです。そのため行政区や町内会を単位として、その地域の住民の合意による住民の主体となるまちづくり町議会等を組織化し、地域内の住民が地域内の防犯や防災、環境、福祉などの課題を解決するため自ら考え自ら実施できるような仕組みや制度を変更し、これまでの地域向け補助金等を廃止して財源を確保、市と自由な交付金を交付する都市内分権あるいは地域内分権制度を創設すべきと提案しました。そこで質問ですが、現在町内会や行政区へ補助金等を交付している事業名およびその事業の平成30年度当初予算額を示してください。次に、地域内分権制度において交付する財源や事業内容等の考え、また地域内分権制度に関わる現在の進捗状況をお尋ねいたします。さらに、地域内分権制度を推進する上での課題は何か、最後に課題解決に向けた対応をお尋ねし、壇上での質問を終わります。秘書、成田義雄議員のご質問にお答えをいたします。はじめに、平成30年度当初予算における負担金の事業数と予算額についてでありますが、事業数は347事業、予算額は約48億6000万円であります。次に、負担金に関する調査研究についてであります。本市が支出する負担金について、関係部局が連携し、公金支出のあり方として、その支出の根拠や性質等を整理しているところであり、また、他自治体の取扱状況について、調査・研究しているところであります。次に、本市の補助金等の交付等に関する規則に、罰則規定が設けられていない理由についてであります。いわゆる補助金等適正化法においては、罰則規定を設け、刑罰による制裁を通じて、義務履行の確保や不正防止を図っておりますが、
地方公共団体が制定する規則においては、こうした罰則を規定することは認められて、こうした刑罰を規定することは認められていないところであります。一方で、補助金受給に関して不正などがあった場合には、現行の本規則により、交付の取り消しや補助金の返還を求めるなど、罰則によらない方法により、その抑止、是正を図ることとしており、また場合によっては、刑事上の制裁の対象となるものであります。こうしたことから、本規則に罰則規定は設けていないところであります。なお、その他のご質問については、主幹者よりお答えを申し上げます。前部長。お答えいたします。平成30年度、当初予算における町内会や行政区への補助金等の状況についてであります。区長会及び町内会に対する補助金等は、区長会事業補助金や町内会交付金など旧事業で約1億円、また地域の各種団体に対する補助金等は、地域づくり委員会活動事業負担金や環境美化推進事業補助金、そして多面的機能支払い交付金など15事業で約2億7000万円であります。議長。企画政策部長。お答えいたします。地域内分権の財政支援と事業内容等についてであります。地域内分権においては、地域の活動を支える財政支援のあり方が重要であり、例えば人が限られた補助金ではなく、地域が自ら考え実情に合わせて自由な発想で使用できる一括交付金制度などは有効な方策の一つであると考えております。また地域が行う事業内容については、先進地の事例等を見ますと、活動拠点となる公共施設の地域住民による運営をはじめ、防犯パトロールや自主防災組織などの地域の安全を守る組織や安全を守る取り組みや、環境美化活動、子育て支援などの福祉の取り組み、お祭りや観光などの地域の活性化の取り組みなど多岐にわたっており、地域住民のニーズに沿った事業がなされるものと考えております。次に、地域内分権の取り組み状況であります。これまで地域づくり組織の構築を目指し、地域への先進事例の紹介や先進地調査への協力を行うとともに、北会津川東地域の地域づくり委員会や港地区地域活性化協議会の取り組みを発表する地域づくり活動報告会の開催支援など、地域の方々が地域づくりや地域運営に際して参考となる機会を設けてきたところであります。また今年度については、北会津川東地区や港地区において地域の公共施設の在り方をテーマに住民自治を考える取り組みを行っており、それらの取り組みを通して地域の活動拠点となる公共施設を住民自らが運営する方策や、地域のまちづくりの方向性を示す地域ビジョンの策定等について検討を行っているところであります。次に、地域内分権推進の課題と課題解決に向けた対応についてであります。地域内分権は、地域住民の方々の主体的な参画のもと、地域の特色に応じた取り組みや地域課題の解決に向けた取り組みを行政と協働しながら進めていく仕組みであると考えております。その推進にあたっては、歴史的な経緯を踏まえた地域の定義や既存の地域自治組織との関係を整理した上での地域づくり組織の構築、活動の拠点となる公共施設の管理運営の検討、また財政支援となる一括交付金等の在り方についても、例えば町内会等を対象とした交付金や申請方式による防犯等整備の補助金など、それぞれの町内会の実情や計画の在り方もあり、改革の考え方もあり、多くの課題があるものと認識しております。課題解決にあたっては、先の9月市議会定例会の答弁にもありましたように、旧小学校区をイメージとした地域の定義に向けた町内関係課による検討、公民館などの地域活動拠点としての管理運営の研究、
北会津海東港地区を先行モデルとした地域づくり活動の事例などを参考にするとともに、地域の方々の意見を伺いながら、より良い地域コミュニティの仕組みの構築に向け検討を進めてまいります。以上でございます。成田義雄議員。まず再質問させていただきます。まず補助金等の交付に関する規則についてであります。今答弁ですとね、今いろんな負担金の先ほど答弁ありましたが、負担金が347.48億5900万くらいあるわけですね。それをですね、何か整理するなんて言ってましたね。要するに整理するということは、負担金ということがいう名称が他の名称、例えば補助金とかですね、そういうふうに混ざってるから整理するということなんですよね。なぜ今頃こんなことやってるんですか。それをお尋ねします。いいですね。それから地域内文献制度でございます。ですね、部長の答弁、まさしくその通り、これ、部長の方で考えているのはね、確かにね、地域文献制度をするためにはということで、なんとか 100%、こういう確実にね、もう組織を作って、この事業をやってもらおうかとかね、そういうふうなことを考えていると思うんですよ。そんなことやったらね、何十年経ったってできませんよ。今、地域が今悩んでることは何だと、今ありますね、防犯等の問題ありました、いいですか、それから行政の問題ありますね、いっぱいあるんですよ。だから、その問題について、町内会で立ち上がっていくと、どうやってやったらいいか、じゃあ私らに任せてくださいとかね、そういうふうなことを、町内会なり行政区なり、そういうところに話をしながら、じゃあ、なんとか協力、あれですね、町議会を作ってやりましょうとかね。そして工賃を出していく、まあ、いろんなやり方ありますよ。ただね、これ、前からこの話は出てるんですもんな、条例が、地方条例が出したのが平成28年ですから、その前からこういう話で出てるんですよ。だったらば、やはり早くそういうふうに、まあ、すべての町内会とか、すべての行政区にすぐやれと言ってるんじゃなくて、そういう課題を解決する組織を作ってもらおうと思うんですよ。あなた方、やってくれませんかと。いいですか。そういうふうに進めていかなければ、一向に進みませんよ。だからそういう点をどういうふうに考えていくかですよ。何かね、一つやるとしたらば、すべて 100% 完成だなんて、できっこないです。一つずつ。だってね、町内会とか、行政区の方見てくださいよ。押し付けられたように感じちゃうんですよ、そう言われると。実はうちの方で困っているのはこれなんだと。だからこの点をうちの方で考えて、例えば防犯等でもいいし、うちの方で行政区でなんとか今現時点で借地やっていくから、じゃあその予算関係組んでと、あとうちの方で町内会と話し合って、なんとかやっていきましょうとかね、一つずつ、例えばの話ですよ、そういうふうな一つずつの事業を移管していく。それが私は地域内文献だと思ったんです。そうすれば、やはり一つずつ見栄えていくんです。またそれが他の行政区、または他の町内会が聞いたり、して見たり、そうすることによって、ますますこうね、広がってくるんじゃないかな、というふうに感じます。ですから、私も行政の立場になったらね、確かにね、100% 完成して、組織をね、そしてこういうふうにやんだ、一括して、ボンって、そういうことじゃないんですよ。だから進まないんです。例えば、北会津とか、川東市とか、地域づくりますし、あと港もやってますけども、初めから100万あって、何かやっていくんじゃったって、できこないでしょう。だったらこういう問題があるんだ。だから私らこういうやります。というふうにして、じゃあそのための予算措置として、これだけ今年度はやりませんかと、いや出しますかというやり方ですよ。それも大金じゃないですよ。だからそういう点をやっぱり考えていかないとならないと思うんです。進まないですよ、これ。その点、どういうふうに考えておられるかお尋ねします。総務長。補助金規則と負担金の調査研究のことについてお答え申し上げます。
9月定例会でも答弁させていただきましたが、市が支出する負担金につきましては、法令、契約等により市が特定の事務事業に関し、経費を負担するものや、市が構成員となっている各種団体の必要経費を負担するものなど、さまざまございます。こういったこれらの負担金の支出のあり方について、現在、関係部とともに協議をしておるところでございます。で、具体的にどういうことを整理しているのかと、検討しているのかというふうに申し上げますと、支出のあり方として、どのような負担金に対して、どのような手続きを行うべきなのか、また、どのような負担金を、規則の対象とするならば、どういったものが対象になる、ことになるのか、こういったことを、ルール調査研究をしております。で、その中で、もう一つ出てきますのが、現在、負担金という形で、支出しているものの中に、むしろこれは補助金として再整理すべきものもあるのではないか、こういった視点で財務部の方とも連携しながら協議をしていると、調査研究をしているところでございます。以上でございます。企画政策部長。はい、成田議員の思いよく理解しているつもりであるんですが、先ほど私も答弁したように、例えばということで挙げさせていただいたのが、町内会交付金は別にしても、一つとしてはこれまで申請主義であったような防犯等の補助金とかって、そういったものというやり方はあるだろうというふうに思っているということは申し上げたつもりです。もう一つ、ただしって言って否定ではないんですけども、やはりこれをまとめるのは単一の町内会ということであれば、まとめてそういうことでやっていけることができるだろうと思うんですが、先ほど地域の定義ということで、地域内分権といっても単一の町内会がイコールその地域内分権ではありませんので、やはり地域のある程度の一定の地域の定義をして、そこで皆さんが取りまとめていかなきゃいけないということになります。そうしますと、やはり誰が取りまとめて、どういった地域の範囲内で誰が取りまとめて分担していくのかということも、やはり課題としては残るということと、一番大きな問題は、これまでの事例もありますけど、やはり誰がやるんだということになります。それをまた誰が、行政職員もコーディネーターとして支援はいたしますけども、やはりそういう皆さんが地域内で分担していくんだという、その合議がなければ、なかなかそういったものを一つお金を出しても難しいんだろうと。そしてなおかつ、事例にもありましたように、我々いろんな自治体見てきましたけど、その一つを取っても、それは行政から押し付けられたんだという言い方もされている地区もありました。したがって、そうならないようにしていきたいということでございます。以上でございます。成田衆議院。今総務長答弁されましたが、それはお宅の方の勝手なんですよ。補助金であるんじゃないか、それを整理するなんて、こんな当然のことでしょう。初めから予算執行するためには、これは負担金か、これは補助金か、それを改めて今回補助金らしいものは補助金していくとか、こんなくだらないことやってるのは大体おかしいですよ。あなた方の予算執行においてそう思いませんか。だからそういうことじゃなをもう今からやるというのは やってもいいんだけども、大体今までおかしいんですよ。負担賃らしいに、補助金らしいものを負担賃するなんて。この負担賃というのは、先ほど言いましたようにね、要するにですね、事業をやっている調査とかですね、それから遂行状況とか、その報告なんかもらえないんですよ。実績報告もないんですよ。ただ、くれっぱなしなんですよ。だから私が言ってるんです、これ。必ず、この補助金の交付に関する規則に入れなければダメだ。そうすると、やはり調査を認めたり、もちろん次回も調査できます。それから、その調査とか、途中のね、状況、執行状況なんかも調査できますよ。それから、実績報告書もらえますよ。これができないんですよ。だから使い勝手がいいんだ。私、壇上で言いましたように、要するに、当直も、補助事業者等、もうね、使い勝手がいいんですよ。何にもやらなくたって、もらいっぱなし。こういうことをやってるんです。だから私はしつこく言ってるんですよ。負担金も補助金の一種なんです。だから補助金等の交付等に関する規則の中に入れるべきだと、指定すべきだと、だから言ってるんです。
これをやるの、あの指定する、あのやるんですか、やらないんですか、お尋ねします。それから、地下政、政策部長ね、部長の言うことも分かる、確かにね、私が言ってるのは、あのね、確かに町内会って言いましても、それは行政区でも同じなんです。ね、例えば私、門前地区ですけれども、じゃあ、門前地区の方ではこれだけの、例えばなんです、防犯等という問題があるんだ、例えば年間100件やってんだ、例えばの話ですよ、あとは接種ですけどね、話ですね、だからこれをじゃあ、お宅の方で やってくれませんかということじゃなくてね、そういうふうに、やはりその地区において、今は区長会というのはありますから、また各市団体もありますから。そうやって一つの例としてですよ、話し合いながら、やはりこういうふうにやった方がお宅らの方もやりやすいでしょう、発注もあなた方もやりやすいでしょう、自分がやってくれってんじゃなくて、やりやすいでしょうということですよ。だからそういうふうなやり方とかね、考えて実行していかなければ、いつまでたっても進まないって、これは。だからそういう手をすることによって、この、市民の底力というのは、わしは出せるんじゃないか、たまたま今ね、であの街路灯なんて言ってますけれども、市民の底力を出すといっぱいありますよ、もう無限の事業が。だそういう点を一つずつね、やっていかなければ、いつまでたっても達成じゃなくて、こういう文献制度というのはできないということです。だそういう点をよく考えていただいてです、ね、試行錯誤でいいから、やはり自ら話し合って、やっぱりやっていくべきじゃないですか。より早くやることですよ、すべての町内とか行政区でなくてもいいから、とりあえず、だそういう点をやっていかないと、私は進まないと思いますよ、あのね、町内交付金だってですよ、今、先ほど答弁ありましたように、24事業、約3億7千万使ってるんですよ、これはほんの一部だと思いますよ、まだまだあると思いますから、ね、まだまだあの予算計上してると思いますよ、私は 100% でなくたっていいからという指示しておりましたから。これだけの予算あるんですから、なんとか地域の皆さんで使って、皆さんの考えでやってくれませんかというのが一番プランだと思いますよ。だからそういう点を一つね、部長も私の考え分かってるとは思うんだけど、それを進めるためにはどうするんだということをね、一つ、答弁をお願いしたいと思います。市長。はい、ちょっと具体的にイメージして議論させていただきたいんですが、今町内会じゃなくて防犯等補助金等のお話がございました。でこれをですね、地域内文献でじゃあやってくださいと言ってもですね、一回やるとしばらくその書類を見ることもなければ関わることもないので、結果的にはやはりその支援する職員がいるかどうかは別として、また何年後かに何かあったときにまた相談しなければいけない、そういうことは必ず起きて、それをサポートするのが行政の方が必要だという仮定の話があれば、それはそれでいいですけれども、そこはご理解をいただきたいなというふうに思っているんです。持続していってずっとやらなきゃいけないもの、さらに夢を与えてくれるものとですね、必然的にやりますけど、それは何年かに一遍でいいもの、例えばお願いしている市政だより等、それから県の、美島夢だよりというのがありますけれども、これも配布していただいてて、県からお預かりして交付してますけれども、こういうものは続いているので、これは問題ないというふうに思うんですが、そうじゃないもので新たなものをですね、本当に決めるというのは非常にエネルギーのいることではないのかなと私は思ってるんです。だから多分一括交付金みたいなイメージもあってですね、それで一つ一つ移管していくべきだという議論を今されているんだと思いますが、ですからそれについては今支所のある北会津小川東でその実践を今しているところもあります。で自ら地域のための事業も考案していただいたりもしています。で今そちらからやっぱり上げていくものもですね、現実的にないと全体の枠組みをですね、イメージしたものに合わせられるかというところがあります。でもう一つあるのは、お金いっぱいあるように見えますけど、みんなに分けたらそんなありません。で結果的には足りないということも間違いなく想定されますので、その辺をちょっと冷静にですね、議論をさせていただきながら進めさせていただければと思います。我々も市がやらなくて済むんで、話していけれんだらどんどん話していくべきだと思ってます。
果たしてそれができるかということがありますので、事業一つ一つのやっぱ精査はさせていただきながら進めさせていただきたい、その歩みについてはしっかり見定めていただければと思います。総務長、負担金の部分についてお答えいたします。公金支出の、公正性ですとか透明性を高めるという観点からも、補助金と交付規則に負担金を位置づけるというのは一つの有効な方策だと考えています。ただ負担金についてはこれまでも申し上げておますとおり、さまざまな種類のものがあります。例えば公益権への負担金だとか、さまざまな団体への年会費だとか、そういったものまで含めて位置づけるということについては、さまざま行政としても大変な部分がございます。そうした観点から十分どういったものを規則の対象にすべきなのか、十分整理した上で対応してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。成田芳生議員。まず一つね、政策部長ね、市長ね、今ね、市民との意見交換会なりね、それから市民との話し合い、例えば私個人でもこうやって話しますけれども、大体一番大きな問題というのは何かというと、大体決まってるんですよ。防犯等の問題、ゴミステーション関連、上排泄、間口除雪も含めてですよ、それからですね、道路や側溝等の障害工事、たかが地でての穴が開いてた、一個が開いてたとか、こういう問題があるんです、地域で。大体こんなものなんですよ、大きく枠がやりますとね。だそういう点を考えていきますと、そういう点でも出したっていいんですよ。ですから、悩んでるのがいっぱいあるんです、町内会では。町内会だろう、行政区であろうが。だからそれを言ってるんですよ。だからそこからスタートし、一つずつやってみたらいかがですか。そうでないと、とりあえずやり方っていろんなやり方あります。市長のやり方もいいことだよ、私、別に否定してるわけじゃないか。できるだけ早くやるべきだってことですよ、とりあえず。ね、そういう点を早くに検討して、私は進めるべきだと思いますよ。それからね、総務部長ね、確かにね、広域市町村圏の負担賃なんかあります。これはね、広域負担圏に自戒があるんですよ。ね、これはある程度、自戒で要するに監視してますから、ですから透明性もあると思ってますよ。他のはないですよ。いいですか。それをまあ整理してるということなんでしょう。そしてあと、対応するって言ってましたね。指定していくって言ってましたね。要するに負担賃を、その整理が終わった場合、終わった後は、要するに、補助金等の交付等に関する規則に指定すると、負担賃を指定するということでよろしいんですか、それ終わったらば。総務部長。はい、総務部長。先ほどの答弁申し上げましたとおり、さまざま、先ほど委員の方からもありましたとおり、すべての負担金を対象にするということは考えておりません。その中で、どういったものがこの規則に、補助金等交付規則に位置づけることが望ましいものがあるのかないのか、当然あると思っています。したがって、基本的には先ほども申し上げましたとおり、公金支出の公正性ですとか、透明性を高めていく一つの手段として、位置づけについて検討していきたいというふうに考えております。今日政策部長。はい、先ほどの質問は、質問ということでよろしいですか。分かりました。それではですね、企画政策部、先ほど議員の方が例として挙げられた内容というのは、企画政策部が所管する補助金ではないんですけれども、所管する部局、それからあと町内会に対する申請主義の補助金ということでもありますので、これは所管する部局と町内で検討はさせていただきますが、あくまでもやはり既存の補助金ということで、今まで従来性がありますので、ここをどう町内会が考えていただけるかということも、これは同じ町内でも市役所内の町内の方で検討させていただくということで、対応していきたいと思っております。成田芳生議員、5回目です。はい、なぜ地域
文献必要かと言いますと、壇上で言いましたけれどもね、市当直と一般市民の格差があるんですよ。要するに何か例えばご防犯等でも何でもいいですよ、必ず申請しなくちゃまずいんだよ。それよりもやはり対等平等、そういうのが基本なんですよ。そのためにやっぱり一括ね、地域内分権して地元になって自らの手でやってください、これなんですよ。いちいち申請しなくていいんだよ。だからそういうことも考えてくれちゃまずい。だからそういう点でね、一つ市長も、まあ、市長がトップですから一つ頼みますよ、それ。それからあともう一つなんですが、検討するということですけどね、負担賃である以上どんなものでもですね、公平透明性って言ってますけれども、全部報告実績結果をですね出すべきですよ、出させるべきですよ、報告をね。それから上長報告ももちろんそう、実績報告書もそう、すべて出すべきでしょう。それが透明性でしょう。私らもチェックできるんですよ。な、検討するなんて言ってられませんよ。まあそういう点、再度質問します。で、一応、それで質問は終わります。はい、市長。はい、まあ、新政主義の防犯と、まあまあ、除雪についてはルール通りやっております。それから速攻道路については、緊急性を見定めた上で毎年の要望の中からやっております。で、まあ、仮にこれをですね、一つの交付金の中でやったときに、ちょっとイメージが私にはなかなかしづらいんですが、で申請 しなくていいんですよというお話がありましたが、じゃあその後の経過を誰がどのように見ていくんでしょうか。いや、まあ、少なくともそれぞれ専門的な知識のいるものばかりですので、例えば道路ですと、ここからここは町内違うから、うちはこっちの予算でやって、こっちの予算でやらないということもできませんし、まあ、それをまとめてるのが、例えば指導なんとかってこう順番つけて、その間をやるということになっているんですが、こういうお答えでは、ね。いや、なんか噛み合ってないといいますか、その一括交付金と言いながら、実際、実務に落としたときに、かなり非常に難しい問題が後々発生するんではないかなと思います。そういうことで、私どもとしては、なるべく民意に沿った形でやりたいと思うんで、もう一つはですね、これ、全部足すと予算的にはとてつもない金額になりますので、結果的に単年度で配分できるかというと、おそらくできないのではないかと思います。何かを削る、それが必要になってきて、また新たな議論を呼ぶような形になってしまうのではないかと思っております。ここであらかじめ時間の延長をいたします。ですね、成田議員の、長文答えんの、はい、総務部長。はい、再度のご質問にお答えいたします。先ほど成田議員の方からも、広域市町村圏の負担金の部分なんかはいらないんではないかというお話をいただいたと思います。で、例えばあと負担金という部分に関して申し上げますと、我々職員が研修棟に行くと、研修負担金というものを払わなくちゃいけません。で、そういったものについては、当然出席して、含めを受ければ確認をしているわけです。そういった意味で、先ほど申し上げてますとおり、負担金という名目のものをすべて規則のところに位置づけるというのは、事務的に非常に混乱をしてしまうと、したがって補助金というのが反対給付がないという前提で交付している部分です。で、その負担金の中では、負担金については基本的に反対給付があるという前提で、われわれは考えてきているわけですけれども、その反対給付の中身を十分精査して、そういった部分でさらに確認が必要な部分がある、そういった負担金に限って位置づけを考えていくべきかと、今の段階では、考えているところでございます。以上でございます。